戦艦。はい、ということで今週も無事にお別れの時間になりました。はい、日本放送ではこの後1時からはサンドイッチマンさんのザ・ラジオショーサタデーです。はい、2時台のゲストは日本放送ではオールナイトニッポンミュージック10火曜日のパーソナリティとしてもおなじみ鈴木杏樹さん登場です。はい、はい、いやしかしあれですね、ゴールデンウィークでもう本当にどこ行ってもね、チョコミとか言うのにいっぱいいただいたってことは、皆さんお仕事されてる方とか、とか自宅でのんびり聞いてくださってる方とか、はい、ね、あとはもう本当車で移動しながらっていう方がメールいただきました。はいはい、あえて高速使わずに下道行ってますというね、強しとてっちゃんさんとか、混んでますっていうのもあったもんね。ありましたありました。うん、はい、あとはまあゴールデンウィーク中に骨折しても大変でしたとか、道丸さんとか、それは大変です ですね。自分の不注意ですかね。そう、どうなんですかね。そういうのやハイキングに行って転倒、腕を、ハイキング、はい、ハイキングと普通足をなんかね、そうそう、うん、転倒して腕から落ちたみたいですね。よくそれなのにメールを送ってくださったわね。ありがとうございます。あれ、なんかそこに西尾みたいなの書いてなかった？あ、なんか言っちゃった。えメールですか？メール、あれさっきパッと、いや私の勘違いです。ありましたありました。これはですね、何ですか？くーちゃんがですね、はい、フジテレビのたまっちを見てましたら、はい、ホリプロの、はい、契約の話で、はい、オリックスの宮城投手の家族が出てましたと。はい、そうです、そうです。で妹さんをホリプロがスカウトしてこれから契約というような番組をやってましたよって。あ、そうなの。はい、これね、さっきのねテレビでねちょこっと映る席があったからなんかって言うでしょ。これ本当にうちの、もう言っちゃいましたけどね、営農役員はよく出るんですよ。気をつけなきゃダメですね。顔覚えられてるってことですからね。はい、いやいや、もういろいろありましたけどね。でも本当になんか関東地方は今のところは雨降ってないけど、なんか夜ぐらいから降るっていうんで、はい、明日は雨でね気温も下がるみたいなんで、皆さんお天気と体調にはくれぐれも気をつけて、そしていつも言っていますが、何があろうとどうぞ心だけは穏やかな気持ちでこの週末をお過ごしください。和田アキ子でした。秋山忠でした。じゃあ来週までお元気で、さようなら。